新 日清食品の企業研究ですね。めっちゃ大好きな会社なんですけど、日清がどういう商売をしてるかとか、何を作ってて、どこの国に展開してるかとかね、そういう企業イメージをつけてもらえればいいかなと思うんですけど、日清食品は、カップヌードル、ドンベイ、u f o この3つがね、主力製品ですけど、安くて早くて美味しい、かつ保存がきくね、即席麺を作って売ってくれてる会社です。ライバルは丸ちゃん、別名東洋水産ですね。シェアはダントツトップで、参加に明星、一平ちゃん作ってるところもね、参加に収めてるんで、日清グループ、即席麺、 一番の会社です。で、今コロナで逆に特需が来てて、世界中の人が巣ごもってカップラーメン食べてますんでね。日清の認知度が一層高まってきて、これから期待されてるのが、日清食品ホールディングスです。まず、いつものように創業から追っかけていきましょう。で、創業者は安藤桃福さんですね。台湾人です。1910年に台湾で生まれて、当時ね、日清戦争の下関条約で、台湾が日本が統治してた頃なんで、その頃に生まれます。日本人も台湾に行ってビジネスやる時代で、交易がかなり活発だった時期なんですけど、逆に桃福さんは日本 本に来てねいろんな商売をしてたんですけど新金地方にある銀行で新金ってあるじゃないですかその新金を経営することになってそれで失敗してね破綻して無一文になりますでこの頃もう戦後なんで桃福さんは47歳からね47歳からすぐに美味しく食べれるラーメンを作ろうと開発小屋にこもって1年後ねこう皆さん大好きですよねチキンラーメンを開発させますですぐにテレビ CM を打つんですよね当時テレビはメディアとしてはまだまだの時期で今でいう YouTube のね初期みたいな感じでテレビに広告打つ会社自体が少なかった時代なんですけど テレビを使ってチキンラーメンの認知度を高めました。で、このチキンラーメンでブレイクして、海外に行った時に、チキンラーメンをね、外人がコップに入れてお湯注いで、フォークでね、コップコップ使いながらこう食べてるのを見て、あれができます。1971年、カップヌードルありがとうございますって感じなんですけど、意外に最初は売れなくて、チキンラーメンの袋麺より4倍くらい値段が張って、あんまり売れなかったらしいですね。でそこから翌年、浅間山荘事件が起こって、視聴率90%ぐらいのね、テレビ中継されてたんですけど、警官が真冬の外で 熱々のカップヌードルをね、食べてるのが映ってうまそうって感じでね、カップヌードルが認知されます。日清のマーケティングとテレビは関係が深いっすよね。で、2007年で桃福さんが96歳で延命しますが、カップラーメンね、体に悪いって言ったやつ誰だよっていうね、まあ、世界一食べた桃福さんが96歳の超長生きで体にいいんじゃないか説もあると思うんすけど、まあ、とにかく今やね、世界食を開発した方が桃福さんですね。まあ、大ヒット商品っていうか、まだまだ世界の人はカップヌードル知らない方もね、かなり多いんで、 これからどんどんね、あの完璧な製品のカップヌードルを世界中に拡大していこうとしている会社が日清食品ホールディングスです。で、日清の現在の社長さんは、桃福さんの次男の後期社長ですね。大阪出身で、慶応理工から日清食品に入ってます。桃福さんはバイタリティ溢れる人で、何人かね、奥さんいます。NHK の朝ドラでやってた満腹の安藤雅子さんの息子さんがこの後期社長ですね。後期社長は3代目なんですけど、2代目は後期社長の腹違いのお兄ちゃんがやってました。次にサラリーマンにとって大切な働く場所です。 本社は赤いピン立ってるところで、東京とね、大阪二つ本社あるんですけど、まあ元々大阪の会社なんでね。で、新宿に東京はあります。まあ新宿って言っても結構外れてるんですけど、支店とか営業所はこの青い点で、全国主要都市にね、散らばってる感じで、営業職は全国主要都市で働くって感じですね。で、工場は紫のバツなんで、生産職はこの辺だと思うんですけど、日清が自社で持ってる工場が紫のバツです。茨城の取とか、静岡県の焼津、え、滋賀の立東あって、あと下関ですね。青が協力工場らしくて産 名星とか他社への o e m って感じで生産委託してる感じだと思います。研究所は東京の八王子にありますね。 あと、横浜にカップヌードルミュージアムありますけど、行ってみたいですねで。次に会社の大きさなんですけど、時価総額っていう市場から付けられてる企業価値で見ると、日清はね、もうちょっとで、ね、1兆円って感じです。明治とかヤクルトとかと、まあ、ほぼ同じくらいの規模なんですけど、まあ、日清はね、足元ものすごい勢いでね、これ見ればわかると思うんですけど、右肩上がりでね、めちゃくちゃ追い上げてる会社です。10年前が2900億円で、それからずーっと右肩上がりでね、絶好調な会社が日清食品です。で、次に業績ですけど、年間でどれくらいね、カップラーメンで稼いでる会社かっていうと、 今足元ね400億円稼いでます。10年前は200億円ちょっとだったのが倍近く稼げるようになってきました。しかも今コロナ特需で今年ね来てる会社で世界中の人がコロナでね外出れなくなっちゃったんで家にね食べ物備蓄しなきゃいかんってことで安くて美味しくて素早く食べれてさらに保存も効くっていうねあの商品日清が開発したカップヌードルがどんな商品よりも適してますよね。しかも備蓄ってわけわかんないカップラーメン買うよりはとりあえず信頼できるカップヌードルを商品の棚から取ってしまいますよね。これが世界中で今起き ます昔から海外展開している会社ですけどやっぱり食文化っていうのはなかなかねこう一気にガラッと変わらず徐々に海外展開が進んでいってるっていうのが日清ですねこれで今まで日清の素晴らしさに気づいてなかった世界中の人がカップヌードルの素晴らしさに気づくかもしれませんこの凄盛りでねでこのコロナ特需を取り込みたいっていうのが今年の日清ですでこれが業績の構造なんですけどまあ日清のね、400億円の利益がどこの事業で稼いでるかってことなんですけどやっぱ国内がね275億円と67%詰めますんで、まあ、一番多いですけど明治はまだ 5です、ねまあ、っますすすけけどこれアメメリカだじじゃなくててキシコととかブラジルにも入りままあと中国が12%って感じですまずは国内の日清食品事業です。メインブランドはカップヌードルとドンベイと UFO ですね。全部うまいって感じなんですけど、カップヌードルは最近1000億食いきました。昔から変わらず主力の味はこの3つですね。まあね、このカップヌードル器がいいっすよね。熱湯入れても全然熱くならないんで、すぐ触れますしで、これだけうまくてめちゃくちゃ軽くてね、保存も効くっていう、この器と蓋 も含めて完成された商品だと思います日清の企業努力を感じるねパーフェクトな製品って感じですよね、まあ、最近宅配ラーメンやるみたいなニュースもありましたあとドンベ東洋水産のマルちゃんの赤い狐に対抗した商品ですけど数年前からね麺がこうめっちゃねもちもちになってうまいっすよね右上の天ぷらのやつ好きだからのしたんですけどあと左下の UFO ねで次に明星ですね2006年に明星を買ってるんですけど日清が買ってるんですけど日清から買収したわけじゃなくて最初ねスティールっていうアメリカの投資ファンドがまよくあるやつで明星に敵対的 TOB � で、妙の経営者は日誌にね、こう、助けてくださいって打診して、明星を守るために、スティールが提示した値段より高い値段でね、買ってあげるって言って、ホワイトナイトってやつですね。 それで結局370億円くらいで、明星を買いました。まあ、チャルメラ、一平ちゃん、中華三昧ありますけど、まあ、俺はね、焼きそばは一平ちゃんしか食わないですね。やっぱカップラーメンはね、日清製を買ってしまうんですけど、カップ焼きそばはね、一平ちゃんうまいですよね。あと、ペヤングがあるか。ここの群馬の丸カ食品のペヤングがね、やっぱ強いですよね。次に低温需要ですね。まあ、あ利益的にはまだ少ない需要ですけど、まあ、チリド系の生麺とかですけど、このね、上の行列のできるラーメンのね、この醤油味がね、もうめっちゃ好きなんですけど、昔から。なんかニューになってますね。ちょっと最近食べてないですけど、これにネギ刻んで、 ででハムを入れてててくっっいうねスタイルで言ってたんすけど最近この下のね、レンジパスタめっちゃうまくなってないっすかほんとレンジに突っ込んでチンしてね、数分で普通にうまいパスタが出てくるっていうので、ね、画期的な商品だと思うんすけど。 次に、米州事業ですね。ここはね、アメリカとメキシコとブラジルが入っているところです。アメリカはカップヌードルにこんな感じでね、なんか右上のこの黒いやつ、ステアフライっていう縦型の焼きそばがね、人気らしいですね。1970年から進出してますけど、もう半世紀ぐらい経ってますね。メキシコとブラジルはね、ここかなりね、新興国で伸びてきてるところなんですけど、ブラジルは最初ね、味の素さんと一緒にこう最初出てったんですけど、まだ袋麺ですね。即席麺ってどんどん新興国から先進国になるにつれてね、 黒麺からカップ系になっていきます中国は後期社長の息子さんが現地法人で経営してます 日清は香港にも上場してますんでね。中国はカンシーフっていう即席麺の会社が強いんですけど、まあどう考えても日清の方がうまいんでね。ただ値段がカンシーフより日清の方がね当然高くなるんですけど、中国は人が多いんでカップヌードル市場でもね大切な市場なんですけど、金額もねかなりいくんですけど、中国人みんなカップヌードル知ってるかって言われたら、まだそういう段階じゃないんで、これからねどんどんシェアを拡大していきたい市場です。合う味道って書いて、フーエードっていうブランドでやってますけど、カップヌードルの発音が似てるからこのね文字にしたらしいんですけど、 ちなみに東南アジアでは即席麺を一番食べるのは韓国人で次にベトナム人ですね。 次にヨーロッパ。ヨーロッパではね、こういう商品群でやってますけど、この蕎麦ってね、ちょっと食ってみたいですけど、ヨーロッパの地域に日本食を持っていくビジネスって、やっぱなかなかね、どこの大手メーカーも苦戦してますよね。やっぱ下が合わないんですかね。ロシア人はね、結構ね、日本食好きらしいんですけど、その他事業では、まあこれ以外にもいっぱいありますが、グラノーラとか、あとピルクルスすね、これヤクルトめっちゃ高くて買えないんで、我慢してピルクル飲むって感じでやってますけどね、俺は。<laughs> 日清ヨークがやってるとこです。で、内定取れても将来潰れてしまったら意味がないんで、バランスシートね、日清ホールディングス確認しときたいんですけど、 左上の現金預金赤いところが600億円あって、借金がね、650億円なんで、まああんま変わんないっすね。で、自己資本位率は61.4%と高いんでね、まあさすが日清さんって感じなんですけど、で、純資産が3500億円あって、で、毎年ね、営業利益が今だと400億円ぐらい、悪い時でも200億円ぐらいはね、利益出る会社なんで、もうほぼほぼね、一生ね、勤められる会社だと思います。 次に社員数見ていきたいんですけど、上の青いところが日清食品ホールディングス全体の社員数でずっと右肩上がりですよね。やっぱね、景気がいい会社なんで、採用は積極的に行ってる会社だと思います。下の本体のところがこれホールディングスなんでね、人数は少ないんですけど、足元703名ぐらいいる会社って感じですね。次に日清の給料ですけど、本体採用の703名に限り、平均年齢が40歳で790万円もらえる会社ですね。平均年齢は若い会社ですよね。 で、上が配属先なんですけど、日清食品で国内のところで1700名いて、で、米州で3200、中国で3200なんで、アメリカ、中国に行くことはね、まあ、それかブラジルかメキシコ、まあ、その辺に行くことはかなり多くありそうですね。まあ、東南アジアもね、かなり力入れてるんで、東南アジア系もね、海外出張も多い会社なのかなと思います。で、右が採用人数ですけど、これホームページ情報なんで正しいと思うんですけど、2021年度新卒採用予定人数が50名って感じですね。2020名が36名なんで、やっぱね、こう景気 がいい会社なのでどんどんね増やしてくる会社だと思います特に今ね足元コロナで採用ね絞ってる会社もあると思うんですが日清はね景気いいんでひょっとしたら50名よりね多く取る会社かもしれませんねで下が明星なんですけどまあ、14名15名14名って感じで引刷、まあ、結構取るんだなっていう感じですね明星さんは あ、これ、マイナビ、マイナビですね、マイナブ。次に日清の大株主、オーナーですね。まあ、創業系の会社なんで、この安藤家ですね。安藤スポーツ、食文化、振興財団っていうのが7%持ってて、安藤インターナショナルが4%弱持ってますんで、まあ10、10%強はね、安藤家で持ってるって感じです。だから資産価値で言うと1000億円ぐらいは持ってるって感じです。あと、三菱商事、糸中の商社系が持ってるって感じです。 そんな感じで今回は日清の企業研究でした。ほんとね、大好きな会社なんですけど、やっぱ普通にね、うまいっすもんね。カップラーメンでも日清丸ちゃん以外はあんま買わないんすけど、日清のね、この商品めっちゃ美味しいよとかあればコメントで教えてほしいんすけど、とにかくね、日清は海外展開ですね。アメリカ、メキシコ、ブラジル、アジア全般、この辺にカップヌードル広げていこうとしてる会社なんで、日本初の世界食カップヌードル、それを一緒に世界に広めたい学生さんとかね、法日外国人もラーメンうまいって言ってるんで、普通にね、触れそうっすよね。そうすればどんどん もっと利益が出てきて数年後にはもっと高い給料がねもらえる会社になる確率も高そうですしねあとマーケティング日清は昔からねマーケティングちょっとね変わった戦略でやってますんでこの辺のね仕事も楽しそうっすよね日清の CM かっこいいですもんねいろんな企業研究してますんでチャンネルページ飛んでもらって知りたい会社入りたい会社探してみてください日本には優秀な企業たくさんありますんでねそんな感じで今回は日清食品ホールディングスさんの企業研究でしたお疲れ様ですバイバイ <laughs>